神田川まで行ってるんです。おー。みんなで、みんなが下から出てくる。あ、へぇー。先生、こっから教会通えばよかったですね。船で、渋滞ない。大変だよ、これすげえ面白い、それ、うん、あもうこの真ん中で最初なんかやったらね、いい犬連れて歩って、俺なんて前秋田県だったろ、はい、とかで連れて歩ってくとさ、はい、どっかの知らない おばさんがさ、はい、俺に挨拶してね、犬に「あら、らんちゃん元気」なんて挨拶するんだよ俺なんか無視されてんだから見てえもんだよ、ほら、あんちゃんのお父さんね、なんて言うんだけど名前がね、はい、秋田県で、はい、あんちゃんのお父さん、あ、危ないな、はい、すいません、あんちゃんのお父さん、あ、参ったね、あれな水に住む、ここでしばらく休むんですよ、いいですね、ここはね、俺が描いた肖像画の舞台になってるんだけど、
建築に。あ、小説の。あれが石敷神社っつって。こっちの大池の方の源流なんだけどね、これ水が出てきて、おはようございます。おはようございます。これなんて言ったら、ここに来るともう来いって言ったら来るんだ、こっち。痛え、痛え。すげえ裏剣だった今の。うん、朝ごはん。朝ごはん。目玉焼き。お。で、ほうれん草。あ、いいですね。味噌汁。うん。なんか魚焼いて組んでなかったらこれ。うん。今度早く食われる。うん。庭で。コーヒーだ。やって。そうだ。